こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オープトスピードです。当チャンネルはビデオオークションの迫力ある走行シーンや面白シーンを切り抜いています。いろんなテーマ、いろんな切り口で日々動画を投稿していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、投稿者の X、旧 Twitter もよろしくお願いします。今回は 4E5E エンジン搭載車の走りをご覧いただきます。1980年代から2000年代初頭にかけてトヨタのコンパクトカーの主力エンジンに用いられたのが E 型エンジンです。初期はキャブ仕様でしたが、 2E エンジンにおいて EFI 化が行われ、ターボチャージャーの装着も始まりました。ハイメカツインカムヘッドが搭載されたのは 4E と 5E エンジンです。このうち 4EFE にはターボチャージャーが装着された 4EFTE も存在し、メーカー純正仕様ではこれが E 型エンジンの最強モデルとなります。そしてこのエンジンを搭載していたのが EP82、 4代目スターレット 1300GT と EP91、 5代目スターレット 1300 グランツァ V、 また 1.3 リッターの 4E エンジンをストロークアップさせてできたのが 1.5 リッターの 5E エンジン。これら 4E、 5E エンジンを搭載していた車はスターレット、ターセル、コルサ、セラ、カローラ2、サイノスなどのトヨタの名コンパクトカー集団。お金がない若者から安いセカンドカーが欲しいお父さん、取り回しが楽で助かるというお母さんまで幅広く支持されました。ですが、いかんせん安定した需要を確保するために万人受けするような仕様となっていたので、ターボを除けば決してスポーティーと呼べるエンジンではありませんでした。しかしだからこそいじりがいのあるエンジンであったともいえ、 NA ターボ問わず 4E5E 搭載車で走りを楽しんだという人は少なくないでしょう。今思えばセラも 4EFTE のターボ仕様として世に出していればもうちょっと売れていたのかもしれないですね。それでは 4E5E エンジン搭載車の走りをご覧いただきましょう。スタート。0秒00、間違えちゃった。押すの。マイナス70キロが効いているのか、ニュースターレットでこのタイムは超上出来。この手軽に楽しめるってのは FF の良さじゃないのかな。キビキビ走るし、ノウサギにまたがって走ってるような気がどういう例えだ。 V オプトスピード。行っちゃっていいですか。了解ですよ。こう引いて、こう、たまにいけないなと思ったら、おお、ズビに上がってます。なんかこの状態だと、オープンカーみたいな感じがするですよ。本当だ、すごいですね。あ、普通になんか力いらずに、ね、詰まるですね、これは。グラストップは開放感抜群。逆に外からもこちらが丸見えに。というわけでインテリアのデザインも凝った作りとなっている。有機的な曲線で構成され、近未来感を感じさせる室内。さしずめ、若いカップルのための宇宙船って感じ。いやー、ホントルーミーだな。これはもうこの辺にピラーがあって、ちょっとした骨があって、もう運転席から助手席から丸見えじゃないですか。ねえ、ちょっと恥ずかしい感じはするんですね。いやー、ほんとなんか景色が新鮮だ。上上上、これはあのゆりかもめのお腹は見えるですよ。ねえ、見てこの車、ターセル。ねえ、知ってる？ターセル。多分みんな分かんないんですよ、ね、俺昭和のもっと知らない時の車かなと思ったら平成の車らしくって、はい、ノーマルだと86馬力、トロットルからミッションに至るまで全部書いてます。この車 1300cc のグレードが4速マニュアルなんです。今は
AE111 型のレヴィントレノのミッションを使って6速マニュアルにしてある、うん、キャリパーはポルシェのブレンボーをブラケットをワンオフして使ってます。車重がもともと1トンない車なんですよ。そうなんだ。セダンボディだけどむしろ900キロぐらいしかなくて、コンピューターの方も金プロで制御してて、うん、V オクトスピード。どれぐらいパワーで260ちょっとありますね。こんなにハンドルが取られるってことはないだろうけども、まあパストにもついてるし、でも結構取っちゃった、パスト取っちゃった危ないじゃないのよ。トルクステアすごい。仕様らしいですが、このウェットローエンまっすぐ走りません、リタイア。北陸ピカチュースターレットは4万円で購入した車両がベース。チューニングする前に各部を修復し、4Eエンジンを個室下 5E 仕様にした。 GT283 号タービンをオリジナルの駅マニに一気装備する。ボディはロールケージ以外はノーマル、外観もピカチュウ以外は普通。これで300キロは夢の世界。ゼロ四も11秒前半を記録しているマシン。車両価格500万円、チューニングすると1000万円に限りなく近づく GTR に車両込み100万円以下で勝負する。300キロ超えれば文句なし。クールに泣き、今回はオーバーヒート。今のは出てない、出たら、うん、オーバーヒートしてからパワー落ちていく一方だから、これもう少しなんとか上がらないようにしてから行けば来てると思う。295 295。エンジンを冷やしてもう一回トライ。 FF チューンへこだわるマサもやる気十分。